このもっちりとした感触。え、ちょっとこいつら一体何を。でもしかしてチューしてる？げえ。あらあら、みんな仲がいいのね。いや、どうしてこんなことになったんだし。マリオ、ありがとう。さあ一緒にキノコ城へ帰りましょう。大臣が心配しているわ。うん、いやーやっとピーチを助けられたね。ちなみにご褒美ってのがピーチからのほっぺにチューだったんだよ。大変大変お待たせしたの。え、誰？美味しい美味しいケーキが完成したの。で、こちらか。早速届けに来たの。新郎新婦は。どこ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 ？いや、そんなダッシュしてなくても。あ。花嫁がいないいない。あ、このケーキ。花嫁を連れてっちゃうの？そしたらケーキが食べてもらえないの。ああ、そんなの。ダメ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 。で、戦うの？え、ちょ、もしかしてケーキがボスなの？ダメなの。ま、せっかく作ったのにな。ダメなの。せめてケーキだけは食べてあげた方がいいかしら。いや、このケーキはちょっと、ジャンプして攻撃を。で、ああ、お前なんてことを。ケーキが攻撃してくるわけでもないし。よし、とりあえずいつもみたく何考えてるのを使おう。ケーキいじめちゃダメなの。ま、当然そう思うわな。それより、ここまで続いたチェーンを切らさないかが不安。確かに。ダメなのダメなの。よし。ダメなの。ま、のこのこの攻撃はわかりやすくてガードしやすいわね。これが続くならチェーンを切らすことないんじゃね。これが続けばね。ちょ、何よその含みのある言い方。次はケーキに。オッケーオッケー。おめでとうございます。ケーキに意思がある。ちょ、どういうことよ。忍者が特に何もしてこねえよな。ん？あれ？今ケーキが。ポカポカポカ。あ、こいつも気づいたか？痛い痛い、いきなり何をするの。ここちゃん、動いたの。今ケーキ、動いたの。意図的に意思を持たせたわけじゃないのね。動いていないじゃないの。びっくりさせないでほしいの。ちょ、これのこの子たち危なくね？おかしい、おかしいの。ダメなの。何事もなく攻撃をしてくると。ダメなのダメなの。で、残りの HP を削り切ったらどうなるのかしら。多分マリオのジャンプでゼロになるよな。でも動いたわよ。やっぱり見間違いじゃなかったな。ポカポカポカ。見習いは気づいてるのに。痛い痛い、今度は何なの。ここちゃん、動いたの。今ケーキ、動いたの。まだ言うの。ほんとほんと、僕嘘言わないの。どれ？さっきと一緒。ほら動いていないじゃないの。で、どうぞ本格的に。いや、ケーキが動いたの。逃げるの。僕が言ったの本当だったの。え、ちょ、逃げちゃったけど残ったのはこのケーキ。そうです、今からこのケーキと戦います。いや怖いんだけど。ボコスカエイで攻撃してろうそくの火を消そう。ちょ、どうやって火がついたのよ。ボコスカエイで攻撃してって。このケーキはちょっと特殊で、HP の概念じゃなくてろうそくの火がライフみたいになってるんだ。あ、じゃあ一撃で大量に削るなんてことは。残念ながらできない。逆に言えば、どんだけしょぼいダメージの攻撃でもろうそくの火は一つ消せるよ。なるほど、つまり脳筋戦法が一番いいってことか。ポコニャン得意だもんね。だーマリオがやられちまったぞ。さすがに2連発は無理か。ちょ、なんか歌ってるんだが。おお、よかったマロが防いでくれた。え、今の技って何？あれを食らっちゃうと眠らされちゃうんだ。いや、ただでさえマリオがやられてるのにやべえな。だから今のはナイスすぎる回避。向こうって書いてあったからそもそも効かないんじゃ。いや、そんな装備はしてなかったはずなんだけど。まあ何にせよラッキーなんだぜ。てか、マリオは復活させないの？いや、またやられちゃうだろうから先にろうそくの火を消し切った方がいい。いや、ここから火を消してもまたつくんだが。そうなんだよ、また火がつく前に攻撃を続けないと。全部消えたっぽいが。全部消えた状態で最後の攻撃を加えなきゃならないんだ。楽にこっちが攻撃されまくってんだが。いやー、今までやられちゃったわ。でも次の攻撃でこいつを倒せる。あぶねー、なんとか勝利か。ま、倒せたのは上のケーキだけ。まだ下と戦わなきゃなの。大丈夫、ろうそくのライフ精度はなくなったからあとは HP を削るだけ。そしてマロをジーノに変えてここでマリオを復活させると。おお、これでまた3人に。マロはやられたまんまだけどね。ふ、本来この下のケーキも何考えてるのをしたかったんだけど。マロを復活できなかったからな。というかもっと復活ドリンクを買い込みなさいよ。いやーなぜかお金が一文なしで。お前がホテルのスイートに泊まったからだろ。はぁ、あと先何も考えないからこうなるのよ。ごめんって。でも急に敵が強くなったよね。確かに、マリオが2発でやられるのはきついな。HP が低くて魔法防御も低いからじゃない。全体攻撃はガード不可能だしきついな。でもだいぶ与えたから。
これで終わりだー。突然だがちょっと待つべきだ。あ、ブッカー、これはブッキー様に食べられる大事なケーキ。食べられるってか。勝手に食べられては顔に泥を塗られてしまう。ま、本来ウェディングケーキだもんね。おい、一問、美味しいケーキとはどこのどれだ。いや、なりますブッキー様、ブッキー様、あなた様の足元に存在する物体が 70% の確率でケーキだと思われます。ははーん、東大元暮らしとはこのことか。お前が乗っただけだが。さて諸君、これからが大変だ。どうやってこのケーキを食えば一番うまいか。ポキは見て食うのがいいと思われる。ニボン、なんとか言え。見て食うのもとろりとしてうまいと思いますが。いや絶対思ってないでしょ。ケーキは一気に一口で食べるのが礼儀です。で、こいつ何言って。何、一口で食べろとおっしゃるのか。結婚すると一言で言うのはたやすいが、実行するのは命がけ。さあブッキー様、神聖な儀式を始めますので後ろに下がって口を開けてください。ちょ、本当にやるつもり。何やら緊張してまいりました。今の心境を語るなら、バンジージャンプの最中に紐を付け忘れた時の気分に似ている。ケーキいきまーす。いやですか。ちょっと待て、今ケーキのやつ動かなかったか。気のせいです。気のせいって。またもや脳裏に不安がよぎる。で、そんな高く上げて。さあ、本当に食べちゃったわ。よー、想像をはるかに超える美味しさ。この気持ちを表現するために、とりあえず泣く。お、美味しかったのか。ブッキー様おめでとうございます。無事結婚式は終了しました。諸君、ありがとう。いや、これが結婚式なのか。これで心置きなく帰るとしよう。ピーチ姫はいいの。いや、下の上を飛ぶなし。ふう、かなり危ない戦いだった。うん、確かに全滅してもおかしくなかったわ。クッパのおかげだね。マリオのレベルが7になりました。よし、ここでレベルアップしてくれるのはありがたい。ああ、さすがに打たれ弱すぎるからな。主人公なのに一番 HP が低いっていう。これでマロより増えた。ジーノのレベルが8になりました。ジーノが新しい技、ジーノウェーブを身につけました。おお、ジーノウェーブはありがたい。へぇ、攻撃力アップ、終わる直前に A を押すと防御力もアップか。バフ技ってどのゲームも強いよな。でも味方一人にだけだからね。十分強いでしょ。クッパのレベルが9になりました。クッパまで。初期レベルがみんなより高いからだいぶ活躍してくれるね。ま、あんたがレベルを上げなさすぎってのもあるけど。はぁ、あ、もう散々な目にあったわ。やっと助かったのね、マリオ。一回やられたけどね。さぁ、今度こそ帰りましょ。でも私は誰と結婚すべきなのかと思う今日。ちょっとピーチさん一体何を。あら嫌だ、でも誰とかしら結婚するのは。いや僕ですよ僕。あんたじゃなくてマリオでしょ。キノコ城のお姫様ピーチが仲間になりました。彼女を無事お城まで連れて帰ろう。え、ピーチが仲間にって、もしかして一緒に戦ってくれるのか。それは一体どうなんでしょうね。てか、さっき3人技を使えばよかったんじゃ。忘れてました。マリオ、あのヒゲモジャは今出て行った。ということは結婚式ができるの。て、こいつらは追い出されたカップル。嬉しい。ねえキノ、早く結婚式を挙げてスイートに泊まって、あったかい島へ旅行に行きましょ。そうだね。月並みだけどありがとう。とうとう夫婦に。皆さん結婚式を再開します。奥へ行きましょう。いや、スタッフが全然いないんだが、確かに言われてみれば。ねえ、もしかして結婚式の参列ってできるの。うん、スーツじゃなくていつものつなぎだけど。いや、清掃ぐらい白し、これがマリオの清掃みたいなところもあるから。その結婚ちょっと待ったー。いや、つまりのやつ、ドラマとかアニメでしか見ないわよ。控えます。え、牧師さんは控えます。いや、今何やってるの。じゃあまあ僕が、え、ちょっと何言って。お幸せに。いや、ちょっと。祝いのメロディー、作曲キノコフスキー。で、あのケロケロコの。だ、誰もスタッフがいないって。んまあそういう世界ってことなんじゃない。もう、ダメ。え、さっきからこの子プルプルしてるけど、もしかして緊張してるのか。いや、ただ模様してるだけだよ。で、トイレに行きたかったのね。この人らは。次は私たちの番です。で、別のカップルか。いや、10たち目。前の人たち早く終わらないかしら。この後も控えてるし。いや、言い方よ。ま、気持ちはわからなくはないけど、発言には気をつけた方がいいんだぜ。まあまあ。さあ、ようやくこの村も落ち着いたね。あ、みんな揃って。
私は写真家、結婚の記念に写真でもいかがです？手前の二人が結婚したのか？はい、もうちょっと寄って、はい行きますよー。ちょっとそこのあなた。あと、もうちょっと笑ってちょうだい。ほい。はい行きますよー。チーズ。よし、誰と誰が結婚したかわかんないけど、メットさん逆に映り込んで失礼な気が。キノコ城で早いわね。一瞬で戻ってきた。マリオさんお帰りなさい。今日も異常なし、です。あれ以来クロコは現れてなさそうね。ま、その後に建造部に乗っ取られたが。はーい、マリオ、得意のジャンプ見せてよ。しびれんなよ。キャー、かっこいい。ってまたやってるし。ま、ファンサービスは大事だからね。ピーチもいるっつーのに。マリオさんお帰りなさい。どうぞお入りください。ご苦労さん。あ、いつものキノピオ？マリオさん、お帰り。うん、今日は朗報があって。ひひひめ。ただいま、今回はマリオと、お友達に助けてもらったの。ま、クッパもいるがな。早速大臣にお知らせしなきゃ、姫もマリオさんも大臣のところへ。もちろんよ。さあマリオ、大臣のところへ行きましょ。ちょ、みんなでゾロゾロってことよね。クッパがいるってみんな驚いちまうんじゃ。そこはまあ僕の巧み縄術で。あんたはどもるだけでしょ。これにはいろいろあるとかないとかみたいな。でしょでしょ。姫が帰ってこられました。ふ、凱旋って感じだね。おう、姫、姫。ずっと心配してたからね。よくぞご無事で。みんなには心配かけてごめんなさい。でも、マリオのおかげで無事戻ってこられたわ。そうです、僕が助け出しました。もうちょっと謙虚な姿勢でな。ささ、ここで話すのもなんでしょう。上参りましょう。確かに、ちょっと疲れちゃったから座りたい。いや我慢しなさいよね。奥の椅子使っていい。いやあれ王座だろ。マリオ、改めてお礼を言うわ。本当にありがとう。いえいえ、どういたしまして。でも、話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。ちょっと来たぞ。クッパ、マリオ殿がまたなぜクッパと。うん。話すしかないみたいね。大丈夫か？またまたマリオ殿、クッパに変身して今度は何を始めるの？あ、大臣こいつは僕の変身じゃなくて本物のクッパで。おや？イエーイ、そやな。大臣。みんなも安心して、今回はマリオがそばにいるじゃない。たくましいわね。そうですな。そうそう、クッパもそろそろ説明してちょうだい。あなたが言っていた複雑な事情って何なの？クッパが説明できるのか？むむ、城が取られた、などと言えないと、ごまかそう。で、ごまかそうとしてるわ。確かにそのまま言ったらカッコ悪いもんね。だが、ここは正直に言うしかないんじゃね？みんなが手伝ってくれるっぽい？お久しぶりです大臣、ピーチ姫、みんなで説明をします。マロが説明するなら安心だな。姫、クッパ、マリオさん、三人を吹き飛ばしたのは地響きの後。クッパ城の上空、遥か彼方にあるスターロードを破壊して、クッパ城に、ぐさら、いやマリオ本気でやってね、憎しみがこもってるのかしら、と刺さった、一本の剣だったのです。そしてクッパ城はその剣の持ち主の、カジオウと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまったのです。だから我が輩は今宿なし。宿なしって。違う、今から取り返しに行くところなのだ。それでいいのよ。か、マリオがどうしてもクッパ軍団に入りたいというので。ちょっと待って。しょうがなく入れてやったのだ。いや、ごめんに出られたんですけど。運が悪い気はしてないだろお前。そりゃちょっと嬉しいなって思ったけど。大丈夫、わかっているわマリオ。で、こちらの方、マロさん、はなぜマリオと。そういえばマロって、パパとママにふかふかしてもらうためにマリオさんをお手伝いしながら旅をしているのです。いや、ふかふかしてもらうため、もうちょっと言い方を。僕はパパとママを探しているんです。最初からそう言えばいいのに。まあ、それは大変。早くパパとママに会えるといいわね。でも、どこにいるのかしらね。で、こちらの方、ジーノさん、はなぜマリオと。僕はカジオウに壊されたスターロードの修理人。もともとは人形だが。しかし、スターロードを直すためにはスターピースが必要なのさ。初見じゃわかんないよな。スターピース？そうです。どうやらそのスターピースを集めてスターロードを直さないと、願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。悲しい世界だね。まあ、それは大変。なの？いや、絶対わかってないだろ、ピーチ。それは、例えばピーチ姫がクッパにさらわれた時も、マリオが助けに来てくれなくなるかも。ま、僕は行くんですけどね。それは我が輩にとって都合が良い。その、なんとかを集めるのはやめだ。
なるほど、確かにクッパにとってはいい状況なのかも。そんなことになったらクッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？って本物はそうだな。が、むぅ、マリオが来なくなる。我が輩の宿なし生活が終わる。マリオが来なくて宿がある。宿が来なくてマリオがある。ん？混乱しちゃったじゃない。とにかく、みんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスターピースを集めなきゃ。まだ3つしか集めてないからな。姫。まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。本当に仲間になってくれるってこと？この大臣やキノピオたちの心配のためをこれ以上増やさないでください。ああ、この感じ大臣は止めようとしてるな。そうね、ごめんなさい。ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。で、結局仲間になってくれないってこと？もう残念なんだぜ。それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ、頑張ってね。寂しそうな表情だね。ま、そりゃ姫がずっと不在ってのも不安でしかないか。行っちゃったわね。さて、マリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきて、この世は安泰だと思い。ちょ、大臣話聞いてた？連れ帰っただけじゃまだ。もしや、ひょっとしてこの前城を襲ってきたのも。ケンゾールだな。おお、なんと。大臣またまた心配になってきました。姫を連れ帰ってきてくれた上でずうずうしいとは思いますが。その鍵をとやらを早くやっつけてください。大臣三度目のお願いです。簡単に言ってくれるわね。ピーチ姫を無事送り届けたけれど、彼女はキノコ城に残ることになりました。ま、残念だけどしゃあなしね。クッパがいるしなんとかなるだろ。一応ピーチのところへ挨拶に行こうか。ふてくされてないか心配なんだぜ。マリサじゃないんだし大丈夫でしょ。おい、それってどういう意味？懐かしいわね、ここ。ピーチ姫の部屋。あ、バーや。やっと姫が戻ってきました。あなたもご苦労様でした。いえいえ、何のこれ式。マリオ、頑張ってね。ちょ、やっぱり寂しそうね。そんな時は元気を出すためにピーチのあれを。え、ちょっとあれって。ああ、この間バーヤに見つかったあれかよ。ごめん、おかしいな、見つからない。諦めなさいよ。ち、残念。いろんな人に怒られそうなんだぜ。さて、これから、どこに行くんだっけ？で、そういえば目的地はどこなんだ？四つ目のスターピースは確か。マリオ。あれ？この声は、ピーチの声だがどこから？みんなも探してるけど。お、マロが指さして。いた！お見送りをしてくれるのか？え、ちょっと危ないわよ。で、なんだ？あ、傘でゆっくり降りて。いや、絶対傘がブワってなって壊れるだろ。ストンと。なわけ。ちょ、もしかして。お願い、私も連れて行って。で、やっぱりそういうこと？とんでも大臣が。大丈夫、バーヤが手伝ってくれたから私がいないなんて誰も気づいてないの。え、どうやってだ？さあ、スターピースを探しに行きましょう。強引ね。でも、どこにあるのかしら、見当もつかないわね。そう、それなんだよな。マリオさん、こういう時は。こういう時は？僕のおじいちゃん、カエル仙人に聞いてみるんです。きっと知っているはずです。おお、そうか、そういえば物知りじいさんだもんな。じゃあ行きましょう。私も頑張るからよろしくね。やっぱり、ピーチは再び仲間になりました。後ろのキノピオたち気づいてないのかしら。実は協力者だったり。星の降る丘の尖ったモンスターは叩かない方が身のため世のため人のためだよ。ってえ、誰？実はここに人が隠れてるっていう。いや、怖いって。まあよくわかんねえが、とりあえず出発だな。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。